はい、皆さんこんばんは。アッパーズのなほで、アッパーズのなほで2021年、今日で終了でございます。今年も皆さんありがとうございました。たくさん動画を出してきたんですが、たくさんの方に見ていただけた動画をちょっとピックアップして、1月から12月までの動画をですね、バババババッと皆さんにちょっとお届けしようかなと思います。再生回数が100回超えているものをドドドッと上げていこうかなと思いますので、ちょっとまあ、ちょっとずつね、すごい1時間とかの動画になっちゃうんで、ちょっとずつつまんでお届けしようかなと思いますので、振り返ってみてはいかがでしょうか。それではどうぞ。はい、皆さんこんばんは。出てない。はい、皆さんこんばんは。なほさんのもともと持ってる運勢がものすごくいいんです。朝霞部長はその運気を持ってるいい人をパーツを取ることがうまいんです。僕が見た感じ、なほさんとのバランスはすごくいいかなあって思いました。やったね、アッパーズ、よかったね。ハローエンズは皆さんがお見えですか。笑顔が素敵で超かっこいいケビンです。今日からですね、第1回目としてスクリーンに伝えるみたいなビールの話をさせていただきたいなというふうに思っております。まだ時間があるから、それはなんかさ、ケビンが喋る前に勝手に終わりそうになったんだって今。勝手に返しそうだ。あれ、さっきいたメンバーいなくなっちゃった。あれ、バータリまでしたのに。バータリまでした。バータリでよ。バータリ、あれ。軽音楽スペシャル、ラオースヒット、ブルボンマユミのまさこ負けないわよ、始まりました。イエーイ。
ゃじゃじゃじゃ、ナホ先生のボードの完成です。イエーイ。オウ、ほら、はい、はい、それでは皆さんありがとうございました。はい、どうぞありがとうございました。さよなら。オウ。2021年6月3日木曜日21時37分、ついにチャンネル登録者数500名を達成することができました。このオンラインツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございました。皆さん、こんにちは。こんばんはか、こんばんは、こんばんは、こんばんは。キョコとナホのキーポンダンヤサウェーブ生かすぜ活動が始まるよ。東金に来たら絶対行くグラティチュードさんに、うん、グラティチュードグラティチュードさんに、はい、はい、今日はね、行ってきたいと思います。今日はですね、安藤工業さんにお邪魔しております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。あげないからということで、アッパーズナイトまでに出来上がるんでしょうか。近藤智弘です。こんにちは。こんにちは。おお名前なんですか。近藤智弘です。はい、こんにちは。こんにちは。お名前なんですか。松原伊佐です。はい、こんにちは。あれ
たまです。私はケビンの分の伊勢海老を奪ってます。まだまだ食べます。日の出を見ます。5時26分だそうなんで、サイベーブダンススクールでプロモーションビデオを作ろうことになりました。バタバタ。11月に突入しました。私は1日、まあ、編集をしてレッスンをして、でまた動画のアップロードしたりとかっていう感じで1日を過ごしております。与えられたのかぶれて。
ました。ずれてるずれてる。ヤスタブームダンススクールの PV プロモーションオーディションがありました。ありがとうございました。ぜひ多くの方にご覧いただければというふうに思っております。じゃん。今日も明るく楽しく元気よく行ってみましょう。1、短時間でも鍵をかける。2、見える場所に荷物を置かない。事件が起きてから気づくのでは遅いんです。小さなことから防犯しましょう。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。サムネにかなり力を入れてます。で、ヤスウェーブが YouTube 一本になってからの方が、力を入れてるのが多分サムネイルでわかると思います。全然違うので多分皆さんね、ちょっとそれを振り返っていただこうかなと思うんですけど、はい、今年もね1年間毎日動画を出し続けてまいりました。来年も毎日動画を出し続けたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は無料でできますので、はい、そこのあなたぜひお願いいたします。今年も1年ありがとうございました。この後はカウントダウンライブが23時からスタートいたします。生配信どうぞご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。